丸山城は、大阪府と与野郡の瀬長寺王にあった、日本の城。石像九十島、丸山城の大手登り口付近に立つ、摂津国の瀬郡の丸山城は、寺王の北西に突き出した尾根先端の標高278メートル、飛行約40メートルの丸山という残球場に、位置する。ここは、摂津から、丹波国へと通じる街道に面した、交通の要所で、 工作地も広く、長元年間にこの地に入部した、豪族の瀬氏の本拠地となった。野瀬氏は、近在で産出した儀味や、銅の流通を把握して、勢力を拡大し、周辺武士団の総領として、部位を振るったという。丸山にはすでに平安時代末には、上官が営まれたと見られ、大手登り口付近には、多くの平坦地を確認している。野瀬氏は、 その平坦地に館を置いたと考えられる。なお、鎌倉時代の石造九十総統や南北朝時代の石造法教院等が現在も残っている。摂津源氏の源より国は長元年間、この地に入部して、名字として、の瀬氏を名乗り、丸山城を築いたと言われている。その後、中世を通じて、の瀬氏の本拠となったが、その詳細は、 よくわかっていない部分が多い。1578年、それまで、織田信長に出資していた有岡城の荒木村重は、突然信長に反旗を翻し、有岡城の戦いが起こった。この時、丸山城の21代城主であった、野瀬頼道は、高槻城の城主、高山右近茨城城の城主、中川清秀と同調し、荒木村重に従った。 しかし、その後、高山右近、中川清秀は共に信長方の説得に応じて、会場している。翌天正7年4月、有岡城の工場中に、織田信忠、津田信澄を、両大将に、筒井純慶、庭長秀、八谷頼高、原種広、金森長近中川清秀ら1万5000の兵が乗せに出軍してきた。この時、 のせ軍の西号の諸城は次々に落城し、織田信長の支配下へ入っていったが、東郷の丸山城については不明である。のせ寄り道はあくまでも、反信長の態度を維持することができたのか、その動きを知り得る資料はないとして、この間ののせ寄り道の動きを不明とされている。1579年、第二次黒井城の戦いで、丹波国を平定した信長は、 中国攻めのための補給線上にあるとして、丸山城を重要視し、山下城の城主で信長方の塩川国光を通じて、小田氏に帰属するように進めたが、寄り道はこれに応じなかった。翌天正8年9月17日、国前は寄り道を山下城に招き入れ、殺害してしまった。のせ寄り継ぐ画像。 清広志広史寺所蔵の瀬明健さんに立つ野瀬頼次蔵、像、野瀬よ道の弟、野瀬頼次は、頼道が暴殺された時十九歳であったが、塩川氏田等の兵を挙げ、大土峠で戦闘となり塩川国光軍を破った。しかし、天正八年九月十九日、明智光秀軍に属していた、川原千正隊が大軍を率いて、丸山城周辺に迫ってきた。 これに、危機感を覚えた、のせよりつぐは、翌1581年丸山城を捨てて、のせみょう道に、ラク山城を築き、織田信長軍の備えとした。しかしその後、明智光秀の交渉に応じて連携し、兄である、のせより長に、兵五百を付けその幕下となった。翌1582年、本能寺の変の際、明智光秀に味方したため、 橋場秀吉軍に攻められ、再び、丸山城は落城した。イラク山城にいた、野瀬頼次は城を退去し落ち延びることとなった。野瀬頼長はその後、三宅スケジューローという変名を名乗り、諸国を回ったと伝わっている。桑田軍の長沢氏に身を寄せたり、郡山城の豊臣秀長に仕えたり、 美前国の妙価値寺に滞留したとの言い伝えが、残るが、野瀬長氏では、諸説様々あるが、いずれにしても確かな証拠はないとしている。また、天正14年10月に、九州征伐に出向いていた、野瀬頼次が留守の時に、積年の争いを解決すべく塩川国光が、丸山城、田尻城を落城させたが、これに激怒した、豊臣秀吉は、 片桐勝本、池田照正、堀尾義春らの討伐軍を繰り出して、山下城に迫り、塩川国光は戦闘となる前に切腹して死亡した。なお、川西氏では、より長の諸国放浪説とは別説を紹介しており、この頃のより長の詳しい行動については、不明な点が多い。慶長四年正月、野瀬頼りは、京都の当時に滞在していた。 徳川家康に敗越し、ご古将として召し抱えられた。1600年の関ヶ原の戦いで東軍の旗本として奮戦したために、徳川家康より、野瀬の給料を与えられ、野瀬氏を再興したが1602年に、地方陣屋を築いたため、丸山城は、廃城となった。丸山城推定地、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上後は、南北155メートル、東西30メートルの規模を有し、南北一列に車が並んでいる。本丸部分は、南北41メートル、東西22メートルで南北にやや長く、北東隅が張り出している。日本上郭体系によれば、本丸北東隅は、一段高く、 スミやグラの存在が想定され、北西部も張り出しているとしており、一箇所もしくは二箇所、スミやグラのような建造物があった可能性を示唆している。本丸の周囲には幅3メートル内し4メートルの二の丸と呼ばれる帯車があり、本丸との飛行は約4メートルである。また、本丸から見て、北側には南北27メートル、東西12.6メートルの 三の丸ぐるわがある。三の丸北に一段落ちて、空堀があり、その北に二段のくるわが設けられ、さらに、その北には、深い掘り切りを築いて、おねずたいに攻めようとする敵の侵入を防いだ。丸山城がある、丸山清志広寺系大にあるの世家の墓地。ありがとうございます。